ほうで始まりました。ムチチャンネルです。伊勢さん、はい、戻ってまいりましたね。そうですね 戻ってまいりました。はい、はい、大変でした。いやー、そうなんですよ。いろいろありました。竹田塾イングリッシュ伊勢 CEO が病院送りに、はい、病院送りに 救急搬送ということで、そうですね、救急搬送されて大変なことになったと。そうなんですよ。仕事かなり止まりましたよね。そうですね、6月はもう2週間まるまる消えました。はい、そうですね。この動画に乗ってるように救急車に乗ってはい、そうなん搬送されちゃったんですよ。本当に救急車に乗って搬送されて2週間亡くなった。で、大変でした。 大変でしたか。はい、すいません、ご迷惑をおかけしました。はい、まあ、基本的には、ね、竹田塾イングリッシュって1ヶ月に2回はい、撮影してるんですけども、はいはい、1個なくなりましたからね。そうですね。なんで今週、2日撮影しなきゃいけないと、はい、でも3日だ、3日撮影するんだ。今週3日撮影して、そうですね、コラボとかがね、あるそうそうそう、コラボ相手の、まあ、スケジュールとかによっては変わったりするの で今週は3回撮影がありますね。そう、3回撮影あって、しかも打ち合わせもあって、6月前半ダメだった打ち合わせも下にガーンと入ってるんで、はい、もうほぼ毎日会ってんじゃねえかっていうぐらい今なってますけど確かに確かに、はい、僕も先週はいろいろ大変でしたね。その進まなかった仕事が来てるんで、今僕もだからこの2週間が地獄のスケジュールになっておりますけども、はい、いろんなのをこう動かし動かしやってますけど、はい、いやそのまあ伊勢さんがぶっ倒れちゃった2週間はめちゃめちゃ楽になったんです、その分ね。ああ、そうですよね。その分やることないから、ね、めちゃめちゃ楽になったんですけど、はい、まあ、ただまあ本がちょっとあったんで本のやつを見なきゃいけなかったりして、はいはい、それは大変だったんですけど、はい、まあ、だいぶ楽にはなったんですけど、撮って、はい、編集してっていうのもその日にやってたんで、うん、はい、でも今もうその日できない、もう全部、はい、前に前日の夜にもう終わらせなきゃいけないみたいなとかなってるんですが、はい、何があったんですか。ことの始まりはですね、はい、ちょっと忙しかったんですよ、はい、前回竹田塾イングリッシュを撮影した時に都内に来たじゃないですか、はい、多分そこで風もらったかなみたいな感じまずなったなんで、5月末の方ですね、うんうん、生配信があった日ですね、はいはい、風もらったかなみたいな次の日とかになってて、はい、で確かその次の日か次の日ぐらいに親知らずの手術が、そうそう、親知らずの手術を次の日やるって言ってましたよ、うん、あ、そうだ、だから次の日だ、うん、親知らずを抜くっていうのが決まっていたんですけど、はい、朝起きたら37度ぐらいあったんですよ。37度ちょいとかあって、はいはいはい、微熱だなみたいな、はいはいはい、でも親知らずのスケジュールするの面倒いしみたいな、うん、もう1ヶ月ぐらいかかるんですよね、その予約するのに。そうそう、ね、でしかも1本ずつ抜いてってましたもんね。そうですね、はい、4つだからめっちゃ時間かかる。僕はねこう片っぽ片っぽでやったんで、うん、2回でやりましたけど、なんで最後の1本なんですけど、はい、それを抜くっていうの決まってて、はい、リスケするの面倒いし、痛み止め飲んでいこうみたいな、はい、痛み止めでちょっと解熱効果のあるやつ飲んでいって、はいはい、で手術1時間ぐらいですね、はい、埋伏型って言って、はい、歯がこう普通に縦に入ってたらこう横になっちゃってる、はい、わかります。でしかも頭しか見えてないから、わかります、僕のもそうでしたから、そう、切開をして、はい、麻酔とかちゃんと打って切開して中で砕いたりして出すっていうやつなんですけど、をやりまして、はい、でこの時に説明しておけばよかったかもしれないですけど、はい、お医者さんにも体調悪いとか言われても、はい、あ、全然大丈夫ですみたいな感じで言っちゃったんですよ。あ、なるほど。でなんか後から聞いたんですけど結構危ないらしいですね、はい、親知らずって口って結構菌とかが入ると心臓とかにも届きやすいみたいで、まあ、死に至る可能性とかもあるらしくて、でもまあいいやみたいな感じでやってて、でその日に結構また体調悪くなっちゃって、まあ、それも完全親知らずだなって思うじゃないですか。もうどん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 腫れてきてるんで、うん、まあ、よかったら腫れてる写真もあげます。あ、そうしましょう、はい、こんなになってましたと、はい、で翌朝ですね、はい、起きまして、親知らずの手術なんで翌日に消毒しなきゃいけないんですよ、はい、翌日分ももう予約されてて、うん、で翌日行こうってなって朝起きて、そうかそうか、行きますね、そうだそうだ、次の日行く、切開してるんで消毒しに行くんですけど、はい、熱が38度、はい、あって、はい、親知らずで38度行くかなみたいな、はい、まあ、これ完全風邪ひいてるわみたいなって、でちょっと鼻とか喉とかもちょっと調子悪くて、でまあ、とりあえず行きまして、うん、薬をもらうときに今38度ぐらいあるんですけど大丈夫ですかねみたいな聞いたら、あ、この薬にあの原作用入ってるんで大丈夫ですよみたいな。僕それ昨日ちゃんと3錠飲んでるんですよ別のタイミングで、でも熱出てるんですけどみたいな、あ、でもこれ飲んだら解熱剤作用あるんで大丈夫ですって言われて、薬追加でもらったんですよ。なるほど。その痛み止め、まあカロナールかロキソニンだと思いますけど、どっちの、多分最初ロキソニンをもらってて、次なんだっけ、ロキソプロフェンみたいな、あ、それは同じものです、それジェネリックです単なる、はい、あ、じゃあ違うやつだよ。でもなんか違うやつもらってそれも飲んでたんですけど、家に帰って薬飲んで寝て、で起きたら、起きた時点で多分体は結構麻痺してきたんですよね。あ、麻痺、こっちが麻痺じゃなくて、そう、体側が、手と足がちょっとこの辺と、まあ、うわ怖、腰から下ですね、はい、結構ビリビリってなってて、はい、ただちょうどその時妻の友人が自宅に遊びに来てたので、はいはいはい、外出されちゃってて、はい、家に一人しかいなかったんですよ、はいはいはい、だから
めっちゃ頑張ってまず降りて、はいはいみたいな感じで2階建てに住んでるんですけど、1階に降りてたんですね。家から2階のところが階段なんとか頑張って降りて1階行ったんですけど、1人で薬を飲めないぐらいになっちゃって、あーなるほど、要は痺れちゃったりしてるんでもう取れないみたいな感じで、でもうずくまってて電話だけして、あ帰ってきてくれって言って、ちょっとやばいわみたいな、で帰ってきて薬を飲むじゃないですか。またでこの時点でだから39度4分かとかになってるんですよね。結構やばいじゃないですか、でまあとりあえず薬飲んでもう一回なんとか上行って2階に寝室があるので寝たんですけど、寝てこれで治んなかったらさすがにやばいなって、一回ここでこの時点で救急車呼ぶってなったんですよ。まあでも救急車は違うかってなってたんですけど、で寝てたらこう寝てるじゃないですか、こうなってきて、足の感覚が全部なくなっちゃったんですよ。でなんかこれ助産婦の手、助産師の手、助産婦の手っていうのがなんか多分調べたら出てくるんですけど、があって、要はなんか過呼吸とかになったりパニックなのかなになるとこうなるらしいんですよね、人間。カマキリっぽい感じになって、でもう動かないんですよ。だ全部動かない。ここ首から下が動かせないっていう状態になって、もうビリビリで動かせないってなっちゃって、で助けてーとしか言えなくて、助けてーって叫んで、まあ、救急車呼んで、もうそれ奥さんが呼んでくれてるんですよ。助けてーって言ったわけじゃないですよね。僕で呼んでもらって、救急隊員っていうのかなの方たちが家に入ってきて。いろんな意識ありますか、いろんなこう質問を受けたりして答えたりしていて、でまあ手伝ってもらって下に降りてですね、さっきの動画みたいな感じで、まあ、もう一回こっちで出してもいいんですけど、それででもコロナだったんですよね。そうなんですよ。病院行っていろんな検査されたんですよ。で病院見つけるまでもすごい大変で、今回歯抜いちゃってるんで歯科に行ってくださいって言われるかもしれませんみたいな。なるほど。ただ歯科よりも先に僕は多分熱あったんですよっていうところを主張して、で内科のあるところに搬送されようとされてたんですけど、内科に連絡をしてたら、いやでも歯を抜いてるのでみたいな、総合病院に行ってくださいってなっちゃって、それで見つかるまでも結構時間かかって、まあ、で総合病院に行って、いろんな検査されましたね。インフルエンザとコロナと、あとなんか CT スキャンみたいな、なんか全身のスキャンと、あと心電図とかなんかいろんな健康診断みたいな感じになって、で点滴受けたらこう体がやっと動くようになって、ああよかったってなって、で検査の結果コロナでしたって言われて、あって最後は39度5分まで上がってましたね。うわ、意識も朦朧としてた中で、まあそんな感じになり、そう、坂井鈴木さんのね奥さんから連絡があってコロナだったんですって言って、大丈夫ですかって来て、でも映ってすぐ出るもんじゃないから大丈夫ですかって言われても、もらったとしても1週間後ぐらいなんじゃないですか、僕出んのって。なるほど。ただその前日に撮影してたんで、もう森田さんがすでにコロナだったんじゃないかみたいな感じになってたんですよ。でも1日で出ないですか、鈴木さんに。そうかそうか、じゃあ違うんだどっかでもらってたんですね。どっかでとか全然違うところでもらってたので、僕は免疫あったのか全然出なかったですけどね、症状は。いやーでもマジで死ぬかなと思いましたね。でそっからまあ1週間ぐらいはもう結構症状悪くて、味覚とかもなくなったりしたんで、はいはい、食べるものまずみたいな、でかつこっちパンパンなんで、そう親知らず抜いてのコロナなんで、ダブルパンチなんで結構きつかったですね。やっぱそのダブルはすごい影響してたって言ってました、その麻痺とかには。いや、まあ、人によってコロナってもう症状全然違うじゃないですか、だからまあ原因とかは分かりませんみたいな感じで、結局そんな感じで終わられちゃうんですね。そうですね、もう結局その解熱剤とか薬飲んむしかないんで、って言われて薬を処方されて終わったみたいな。あ、じゃあ別に入院は入院促されたんですけど、しれっとされなかったっす、入院できるって言われたんですよ。で入院しますかって言われて、そしたら奥さんに確認しますねって言われて、わかりましたって。僕は入院したかったんですよ。で妻も入院してほしかったらしいんですけど、妻にはコロナでしたって言われて、どうします、帰りますかって言われて、じゃあまあ終わったり帰りますみたいな、入院しますかって聞かれなかったらしくて。聞かれなかったんだ。なるほど。で聞かれてたら入院させてた。あ、なるほど。でも僕の方には奥さん帰るそうですって言われて、じゃあ終わったら帰りましょうみたいな感じになって、要はなんか多分入院させたくなかったんじゃないかなって思いましたね。大変でしたね。そこから実はその次の週にまたいろいろあったりしまして、そうですね、いろいろと仕事でいろいろあって、もう完全にダウンしちゃったんで、遺跡が動きませんってきましたね。遺跡の体が動かないんでって連絡が来たんで、はい、そうなんですちょっと心も体もやばいですって、はい、いやそうなんですよ。ちょっとね多くは語れませんが、職場でもまたトラブルが起きてしまったので、もうだからそのそれで2週間本当まるまる遺跡さんが動かなかったっていうので、そうなんですよ、ね、大変でした。実はこんなことがありました、パトカーにも乗りました。え、そうなんだ。はい、すごい、もういろんなことが
言えない話を増やし家の隣に住んでる人とかどうしたんだろうって。そうですよ、救急車救急車来てるよってなって、そしたらその多分5日後6日後ぐらいかな、はい、1週間後ぐらいにパトカー来てるよってなってやばくないこの家みたいな感じになってたと思いますね。そうそうだ、引っ越してきたばっかなのに。そう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 すごいことになってましたね。まあまあまあ、それもありましていろいろね大変でしたね。大変でした、はいはい、ということで移籍 CEO 頑張ってもらいますんで、ぜひ応援していただければと思いますんで。そうですね、はい、ぜひ、はい、その様子とかもちょっと X でつぶやいたりしてたんで、はい、ぜひフォローしてください、はい、ということでした。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。